はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日は、リアタイドをやっていきたいと思います。で、特にまあ今回もね、課題なしでやっていこうと思うんですが、さっきというか31日の昼頃公開したプロスピマーケットの動画、だいたい2万枚消費したんですが、やっぱりね、皆さんに納得いただけなかったみたいでして、バッド評価が結構ついてしまってるので、やっぱりね、僕としてはやっぱり S ラン契約書1枚出ない限りは終われないだろうということで、まあちょっと少ないですけどね、1万2000枚までちょっと集めてきました。で、あと1周ね、 V ロードすれば自チーム S ラン契約書がもらえる状態なんですよ。V ロードの星6かなが199回で止まってるので、まあそれもね、まあ達成してホークスでちょっと引きたいなと思って、松田選手がどうしてもちょっと今のうちから欲しいなっていうことで、まあただね、本当はね、中村選手手に入れちゃったんで、まあ前ほどはね必要ないかなとか思ったりもしたんですが、まあただね、そこはまあどうしようか迷います。だってね、抽選ボックスでスナック契約書引いて、もし松田選手とか引いちゃったりしたら、まあそこはもう必要なくなっちゃうので、まあ他の選手もね、ホークス欲しいんですけどね、高橋純平選手とかね、高橋礼投手とか甲斐選手も出ましたしね、昨日ね。ということで、先に抽選ボックスを、60連分引いてから、リアタイ動画に入りたいと思います。まあ、あえてね、まあ、あれは別にもう取らなくていいかなと思って、このちょっと渋いですね。さあ、演出のね話は前の動画でやってるんで、もう分かりますよね、皆さん。このキラキラだけじゃダメなんです。キラキラだけじゃダメ。お、来た来た、これ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 、あれ違うやん、 A ラン確定じゃない、今なんか違かった、もしかしたら違かったかな。キラキラキラだけじゃなくて、なんかプイーンみたいな、若干違うんかな、さっきの。これはもう論外ですね。ダメかな、全然やん、全然出ないですね。あ、わかったわかった、ピーンみたいになって、あの開いた時のね演出が若干違いますね。ということで、60連やってもダメでした、すいません、また出直していきます。もうね、大変なんですよ本当に。だってこれでもう1万2000と2万と、多分もう1万もう5万枚ぐらいは多分集めてるはずなんですよ、僕も。それでもね、こんなもんなんですよ。現実はね、ちょっと辛いですね。ということで、リアタイ動画をやっていきたいと思います。先発投手はね、前で紹介しませんので、また対戦画面で確認をしてください。ということで、リアタイ動画やっていきたいと思います。まずはホークスの先発、山本が、はい、ということで対戦よろしくお願いします。ちょっと遅れましたね、すいません、ちょっと様子見してました。こちら高校ですね、山本由伸選手で先発いきたいと思います。久しぶりかな、動画にしたことあるっけ、山本由伸選手したことなかったら、サムネ山本選手行こうかな、ちょっと記憶にないんですけど、もしかしたらし、いや、したことあるかな、いや待って、本当に記憶にない、ないかもしれないですね。でも初ではないよね、多分リアタイ動画で登板させるのと、喋ってる間にツーアウト取りました。まあピッチングはね、もうちょっと最近またリアタイからちょっとね、前やってた時よりは落ちてきてるんで、あんまりね最近やってないんですよ、ここ2日ぐらいは。あの、まあイベントの分とかがねあったしね、まあそれの関係なんですけど、まあイベントもね、もうちょっとね、 S ランク契約書出すまでは本当はやりたいんですよ、やりたいけど、しんどい、正直しんどいんですよね。なんで今のアウトできたでしょうよ。山本由伸選手打ち取ってはいるんですけどね、いや走られたか、まあまあ仕方ないでしょう、初球から来るとは思わなかったな、頼む、よし、OK、ナイスピー、
ナイスコントロールですね。さあやっていきましょう。これ打ちますよ。相手大野選手ですね。大野選手はね、僕あんまり好きじゃないんですよね。まあ正直言って難敵なんですよね。これは何がってさ、ツーシームえぐくない？しかもフォークがあるっていうのがまた強いですよね。いや入ってくれ頼む。あ入った、よし、オッケーです。もうツーシーム狙い撃ちですよね今のは。まあ、初球はねそういう感じでいけるんですけど、こっからが問題なんですよね。あスライダーか、まあ、全く頭になかったですね。ストレートに張ってたんですけど、今ツーシームは投げにくくなったと思うんですよね。うん、やっぱりね多分投げにくいと思うんで、ストレートで押してくるんじゃないかなと思うんですよね。あフォークか、ストレートコーンかな。ストレートマッチですもん。なあボール球か、くそこれツーシーム挟んでくるかもしれないですね。あストレートか、今のちょっと際どいんでどっちみち振ってないですね僕。ここはちょっと迷うな、追い込まれたら迷いますよね。いやストレートか、押してきますね結構ね。もうちょっとねフォークとかで今来るかなと思ったんですけど、もうストレート全部張っとけばよかったですね今の。ツーシームはね多分そこまで勝負してこないはずだから、フォークなりしストレート、まあ、スライダーはもう正直捨ててもいいかな。まあ、スライダーもね結構甘いとこ来たら打ちやすいんですけど、あーツーシーム来たね、1球来ましたね。この後どう来るか、あーツーシームか、結構差し込まれましたね。あでね結構ね V ロードとか回っててね、ちょっとネタバレ入るんですけど、中村選手ね、おかわり選手ね、めちゃくちゃ打ちやすいですね使った感想ですけど、山川選手より下手したら打ちやすいかもしれないですね。でグラシアル選手もやっぱ強いね、うん、やっぱり強い。グラシアル選手もね打ちやすいです。グラシアル選手ねどうしようかな。3400まで育てたらやっぱりリアタイで使いたいんですよね。ただね守備の面がねちょっと不安があるんですが、そこをどうするかちょっと考えますね。そこは難しい問題ですよね。まあ、本当はね僕守備の方を取りたいんですよね。守備の方を取りたいから本当はどうしようかな。あで殿崎選手もねそうそう前々から言ってるんですけど、殿崎選手も使いたい。セーブだらけになるんですよね。セーブの選手だらけ、内野が。さあツーシームでゴリ押ししすぎないような気が、あやばい、 あそこだったらまだいい。よしよし、あと1人、さああと1人です。今日は本当そうですね、いろいろ動画のためにV ロー結構回って、多分ね今のイベント来てからもう5周ぐらい回ってますよね。余裕で6周回ったかな、6周は回ってると思うんですよね。で199回、多分193回ぐらいから始めたと思うんで、だいぶ頑張りましたのでご褒美の勝利を。よしで検証チャンス来てたんで検証ね、こんかな。閲覧契約書とかね、閲覧契約書ね僕1回だけ出たことあるんですよ。前動画にしたかな、開封動画1回ねもらったことあるんですよ。 A ラン契約書はねもうほぼ毎日のようにもらってたんですけど、ちょっとここ2日はできてないですけどね。サブチ勝ちました。なあ300コインどんまいです。まあここは仕方ない。あで一つ迷ってることがありまして、このちょっとね話したかな前の動画で、スピストアがあとまあ4100ぐらいですよね。で今の来てるイベントで3000マニーか、3000マニーを払えば4000スピメダルをもらえるんですよ。でまあリアタイまだ今日2回しかやってないんで、それをやってやれば9万枚貯まってスラン契約書がもらえるので、それの開封を開封をしようかなと思って、
S ランク G チーム契約書と一緒にね、次の動画多分それになるかなと思います。今の予定ですけどね、あくまで僕の予定なんですけど、それでちょっと動画を作ろうと思ってます。でリアタイドはね、今日は山本由伸選手先発で無事、まあ、ギータのホームランから始まりましてね、1対0でなんとか勝つことができましたので、まあね、この前はね負けちゃったんですけどね、はい、勝ちを収めることができてよかったです。ただね、まだプロスピマーケットの勝負は僕は負けてるんで、まあ、ここは S ラン契約書をぜひ取りに行きたいと思います。まだ諦めてないんでね、まだだってね3日はあるからね、イベントね、まだまだゆっくりあるんで、ぜひ S ラン契約書を取って皆さんから高評価をいただけるように頑張りたいと思いますので、どうかこれからもご視聴の方よろしくお願いします。ではプロスピリア帯同ですね、今回21回目になるかなの動画をこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回こちらで失礼します。